教育の充実と文化振興に取り組む団体が開いたもので、法政大学で特任研究員などを務める政治学者の佐賀香織さんが講師を務めました。中野武英は明治から大正にかけ政治家や実業家として活躍し、香川県の独立に力を尽くしました。講演では帝国議会議員となった武英が地元で講演活動を積極的に行ったことや、中央の経済界で税制の問題に取り組むなど、武英の経済人としての側面を紹介しました。中野武英以外にもですね、京都にも研究されていない人物はたくさんいます、いらっしゃいます。なので、ぜひ中野以外のですね、人物研究にもですね、取り組んでいっていただきたいと思っております。